ただいまから記者会見を始めさせていただきます。はじめに知事から発言がございます。皆さんおはようございます。まずですね、今週の28日に、私が会長を務めております、大宇羽越両新幹線建設促進同盟会による要望活動を行ってまいりました。秋田県の佐竹知事も初めて参加していただいたところです。新潟県の寺田副知事や各県の代表の方々と一緒に、国交省の根本政務官および、藤井政務官に対して、大宇羽越両新幹線の建設促進について要望してまいりました。私から、地方創生の実現や東日本大震災を踏まえたリランダンシー確保など、国土強靭化の観点などから、大宇羽越両新幹線の整備が必要不可欠であり、早期実現を図るよう要望をいたしました。さらに同じ日の午後に、政府主催の全国都道府県知事会議開催されたんですけれども、私から末松国土交通副大臣に対して、地方創生の基盤となる高速道路や大宇羽越新幹線などの交通インフラの早期整備について迅速かつ強力に推進していただくよう要望をいたしました。それに対して末松副大臣からは、地方創生の実現にはインフラ整備が重要でありあることから、来年度予算において今後の地域間の幹線鉄道の在り方についての調査経費を要求していることなど、政府としてしっかり対応していくとの力強いコメントをいただいたところであります。引き続き大宇羽越両新幹線の整備実現に向けて関係県とも連携を図りながら要望活動などの取り組みを展開してまいりたいと考えております。また東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催効果の東北への波及について、私から東北各県知事へ呼びかけまして、東北6県の知事名で、小池東京都知事に要望を行ってまいりました。当日は私のほかに、達増岩手県知事、佐竹秋田県知事、青山青森県副知事などの参加のもと要望を行ったところであります。私から復興に取り組む東北の姿を世界に発信するとともに、開催効果を東北地方に広く波及させるため、各種イベントに東北の祭りなどを取り入れることや、大会の施設への東北の木材の活用、また食材、選手村で食材を活用してもらうこと、それから外国人誘客、観光客に対して、東北をアピールしていただくこと、および組織委員会に対して東北全体をルートとした聖火リレーの実施について、働きかけるよう要望をいたしました。小池知事からは、東京大会は東北の復興の姿を世界に発信してもらえる最高の機会であり、要望を受け止めて皆様と共に進めてまいりたい、国際オリンピック委員会に対しても東北の知事の皆様から被災地復興の後押しとなるよう要望があったことをしっかり伝えるなどの意向を表明していただきました。今回の要望が東京大会の成功となるとともに、東北の復興に結びついて本県をはじめ東北への活力につながるように今後とも取り組んでまいりたいと考えております。それでは恒例となりました祭りやイベントのご紹介であります。いよいよスキーシーズンが近づいてまいりました。12月3日には鶴岡市の湯殿山スキー場が、そして12月10日には山形市の蔵王温泉スキー場、東根市の黒節高原スノーパークジャングルジャングル、金山町のグリーンバレーカムロスキー場がオープン予定でございます。また12月17日からは西川町で西川合山スノーシューパークが始まります。西洋漢時期のスノーシューを履いて
ガイドの案内のもと、広い雪原や林の中を散策します。ブナの原生林の息吹を感じたり、雪化粧をした雄大な山々を眺めることができます。ぜひご家族で冬の山形をお楽しみいただきたいと思います。では私から発表が3点ございます。1点目であります。冬の省エネ県民運動と県機関の冬のエコオフィス運動の実施についてお知らせいたします。冬季におきましては暖房の使用などでエネルギー消費が大きくなることから、今年度も12月から3月までの4ヶ月間冬の省エネ県民運動を実施いたします。実施にあたりましては、これまで同様無理のない範囲での省エネの取り組みを呼びかけることとし、昨年度同様12月から2月までの電気使用量を平成22年度対比 3% の削減を目安に、省エネ節電の取り組みを広く呼びかけてまいります。なお、健康に留意する必要のある方や病院、福祉施設などの県民生活の安全に直結する部門に関する事業者は対象外といたします。また生産活動を行う事業者には、事業活動に支障のない範囲での取り組みをお願いしたいと考えております。今年度の主な取り組みとしましては、新たに小学校高学年向けに省エネチラシを配布し、家庭での省エネの取り組みの促進を図るほか、ポスターなどによる周知啓発、省エネに関する川柳兵庫のコンテストを引き続き実施いたします。こうした県民運動に合わせ、県も一事業主として同じ期間に冬のエコオフィス運動を実施し、率先して省エネに取り組んでまいります。県民の皆様には健康に十分ご留意をいただきまして、健康に十分ご留意いただきながら、この冬の運動にご理解ご協力くださるようお願いいたします。2点目でございます。オール山形若者定着推進会議の開催について申し上げます。人口減少、少子高齢化が加速する中、若者をはじめとする産業人材の確保は、活力ある地域の創出や県内産業の発展に向けて極めて重要と考えております。この度高校生や大学生などの若者とともに、産学官をはじめ金融界、労働界及びメディアの皆様による各関係機関が連携して、県内各界各層の参画によるオール山形若者定着推進会議を新たに設置し、12月5日に設立総会を開催いたします。この度の開催を契機として、本県で働く魅力や県内企業の良さなどをより強く発信するとともに、若者との対話も十分に行いながら、山形で働くことを決意し呼びかける宣言を採択するなど、本県に定着する機運を醸成することにより、オール山形で産業人材の県内への定着回帰の促進に努めてまいりたいと考えております。報道機関の皆様から、県民の皆様への周知広報について、ご協力をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。3点目であります。来年の7月に本県を幹事県として南東北3県で開催されるインターハイの開催機運を盛り上げるため、そのプレイベントを12月11日日曜日に山形ビッグウィングで開催しますので、お知らせするものであります。カウントダウンボードの序幕、友情の花の種の伝達などのセレモニーや、県内各高校による音楽やダンスなどのパフォーマンス、それから農産物や加工品の販売、学校活動の紹介などを行いますほか、リオデジャネイロオリンピック銀メダリストのケンブリッジ飛鳥選手によるゲストトークも予定しております。
ぜひ多くの県民の皆さんからご参加いただきますよう、報道機関の皆様からも PR にご協力よろしくお願いいたします。私からは以上であります。はい、それでは代表者のご質問をお受けいたします。河北新報社さん、どうぞ。河北新報の阿部と申します。よろしくお願いいたします。はい、じゃあ、代表質問として、モンテディオ山形の新スタジアム推進事業体制、検討委員会についてお伺いしたいと思います。はい、サッカー J2 山形を運営するモンテディオ山形が先日本拠地となる新スタジアムの建設に向けて、はい、新スタジアム推進事業体設立検討委員会を発足させ、今日も会合があるというような、お知らせもいただいているところなんですが、はい、株主でもある山形県がこの新スタジアム構想をどう支援していくつもりなのかということが1点と、あとモンテディオ山形の J1 定着など従来より新スタジアム建設に必要としてきた条件は今と変わらないのか、県として、設定している新たな条件などがもしあれば教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、株式会社モンティディオ山形が設置する新スタジアム推進事業体設立検討委員会につきましては、民間レベルで新スタジアムの整備に向けた議論を広げていくとお聞きしております。本日1回目の委員会が開催され、今から民間レベルでの議論が始まるというところでありますので、県の支援について申し上げられることはないところであります。それから従来から新スタジアム建設に必要としてきた条件と言われましたけれども、私は条件という言葉を使ったこともありませんし、そのような強いあれではございませんので、条件というのは当たらないかなと思っているんですけど、サッカースタジアム、の整備に関する基本的な考え方につきましては、これまで J1 定着の先の課題ではないかと申し上げてきております。ですが、民間レベルでの議論が始まったばかりでありますので、県として申し上げられることはないところです。新たなと言われましても特に、はい、ございません。そうすると J1 定着があって、その先の話ではないかという基本スタンスは特に変わりはないという理解でよろしいでしょうか。そうですね。はいはい、はい。それでは記者の皆様から、はい、まず時事通信社さん、どうぞ。時事通信の梅崎と申します。よろしくお願いします。はい、先日報道機関の方に知事が上京された際に安倍総理とお会いになった写真を提供いただきまして、我々も大変驚いたところだったんですけれども、数年前だとあまりこういうふうに与党の方と一緒にこうお会いになって感動されたりという機会も少なかったのかと思うんですけれども、最近になって二階幹事長ですとかお会いになれるような状況ができてきたことについて、知事としてはどのように受け止めていらっしゃいますでしょうか。そうですね、二階先生にはフル企画のことで前から、幹事長になられる前からちょっとお願いをしてきているところであります。ただ今回 の総理との面談でありますけれども、それはですね、実は皆さんにとっては突然かもしれないのですが、実は数年前に私ラ・フランスの宣伝に伺いたいということは、首相と私との共通の知り合いというのがおりまして、その人に申し上げたことがあります。で、ずっとそれが、実現はしなかったんですけれども、今回ですね、官邸主催のその知事会議というのがあるということが、ちょうどよかったのかもしれませんけれども、お会いするということを、お話を頂戴しまして、急だったんですけれども、それで数年前からの私のその希望といいますか、そのラ・フランスをこう宣伝したいというのがありましたので、それが成就したといいますか、そういうストーリーといいますか、そういうことが背景にございました。
さくらんぼは全国的に有名でありますし、ただラ・フランスをもっとですね宣伝してほしい、 PR してほしいということはよく言われておりましたので、それを発信したいという思いがとてもありましてね。で今回、今回っていうのが、ちょうどラ・フランスの時期でもあったわけなんですけれども、私としてはそういうことが今回、叶ったということで、そのラ・フランス農家の方に喜んでいただきたいという思いがあったので、それで皆さんにちょっとそれを写真とですね内容です、お知らせしたものであります。はい、分かりました。こういう形で与党の方々ともたくさんお会いになれるような状況っていうのを、はい、それこそ今回の場合だとラ・フランス農家の方々とか、はい、心強く大変思ってらっしゃる方もいらっしゃるかと思うんですが、そういういろいろお会いになれるような状況、パイプが増えているのかなという推察されるような状況についてはどのようにお考えですか？そうですね、どういうふうにと言われましてもですね、私としてはそれ、数年前にそれを希望していたことでありましたし、それが急にと言いますかね、それが叶ったということでありまして、だからどういうことかと言われても私もそれはよくわからないのでありますけれども、ただ本当に2日ぐらい前に急にお話が来たもんですから、もう慌ててそのラ・フランスを東京で買い込んでですね、持っていたという、持ち込んだということもありましたので、県民の皆さん、今回はラ・フランス農家の皆さんに大変喜んでもらえるなと思っております。あとはどういうと言われましても、私にとってはそうですね、自然体だったので、菅官房長官にもずっと高速道路で、もう官房長官になられた時からお願いしてきておりますので、特別最近とかいうことではないのですね。だからいきなりとか最近とかいうことではないのではないかと思っておりますけれども、はい。わかりました。あとちょっと一点細かいことなんですけれども、今、東京でラ・フランスをお買いになったということだったんですが、銀座のアンテナショップでお買いになったということなんですか？東京事務所にちょっと頼みましたので、はい。はい。どこで買ったかは、はい、ちょっと聞いてみないと。はい。でもとても立派なラ・フランスでした。山形のラ・フランスです、間違いなく。はい。ありがとうございます。はい。共同さんどうぞ。共同通信の神戸と申します。はい、知事選の関連なんですけれども、はい、先日27日の日曜日にですね、自民党の、県連の方で、これまで擁立作業を行っていて、独自候補に関して断念するというような方針が正式に決定しました。それに関するですね、知事のご召喚と、あと現時点ではですね、はい、他に対抗馬となる方がいらっしゃらないということで、無投票になる可能性というのも、あるわけですけれども、そういう中でですね、どのように知事選に臨んでいかれるかという部分についてお聞かせ願えればと思います。はい、私も報道で知っただけであります。先般知事会議が都道府県ビルの中でありましたときに、県連会長でいらっしゃる遠藤先生が、オリンピック・パラリンピックの組織委員会の、担当として来られましてね、その折に、お話しして、戻られるときに、私からその報道を私は承知していたので、よろしくお願いしますと申し上げたんでしたけれども、
それくらいでありますし、そのそういうふうに決定したとも特に聞いたわけではございませんし、ただ報道で承知をしているだけですので、私としましてはその同じ報道の中にですね、これから何が起こるかわからないというようなことも書いてございましたし、やっぱり選挙までまだ間があります、何が起こるかわからないということでありますので、もう今まで通りですね、しっかりと戦う姿勢というものを堅持して、戦いはあるものという考えでしっかり、対処していきたいというふうに思っているところです。今知事会の中で遠藤先生と遠藤県連会長とお会いになったということだったんですけども、その時に今回の決定に関して何か遠藤さんの側からお言葉はというのはありましたか？なかったです。本当にだって お話をされて変えられる時に、私が立ち上がって、よろしくお願いしますと申し上げただけでしたので、それに対するお答えはございませんでした。先ほどの安倍首相との会談の話ちょっと戻ってしまうんですけれども、はい、急な話だったというふうに、先ほどおっしゃってました。報道写真の提供も夜で非常に急だったんですけども、はい、撮れるかどうかも分からなかったもんですから、はいはい、急だったということですけれども、官邸の方から連絡が知事に来たのはいつ頃どういうふうな形で来たんでしょうか？私の知り合いからですね、電話で、金曜日ではなかったかと思います。土曜日ではなくて金曜日だったと思いますけれども、はい、電話で、お会いするということを、はい、お聞きしました。はい、そうですか。官邸の、じゃあ知事の方の側からじゃなくて官邸の方の側から連絡が来たという、官邸サイドの方から通して連絡が来たということですね。はい、はい、当日ね、知事で首相とお会いしたのは、単独でお会いしたのは吉村知事だけだったと思いますけれども、はい、どういうふうな理由でっていうふうな話は何か、されてましたでしょうか？いや、特にされてなかったんです。で、先ほどお話ししたように数年前に一度ですね、そのラ・フランスを首相にちょっと宣伝したいということを申し上げてやったことありましたもんですから、私としてはやはりそれを実行したいというふうに思ったわけであります。はい、うん、首相から何か励ましの言葉とかあったんでしょう？いや、そういうのはですね、特にあまり細かいことまではちょっと言えないですけれども、私からはとにかく山形県の話、山形県の果物はおいしいですねって首相の方からおっしゃいましたし、もう今年さくらんぼをご視察、さくらんぼ農家をご視察いただいたので、そのお礼を申し上げて、もう実はラ・フランスも日本一なんですよって申し上げたら、そうなんですかとおっしゃって、山形県は競争力の高い農産物がたくさんありますねとおっしゃいまして、はい、たくさんありますと申し上げて、あと山形のその4ブロックに分かれている山形の特徴とかですね、そういったことを私はお話し申し上げました。その4ブロックというのが昔4つの藩だったんですと、それぞれ殿様が治めておりましたという話をしたら、大変首相は興味深げな感じでありました。山形のことをちょっといろいろとお話をしてまいりました。はい、選挙の話というのは特になかった？そのことはちょっと
全くないということではないんですけども、そんなに、はい、特にということで、あまりこう、うん、まあ、選挙の話はそんなに、全然なかったわけではないんですけれども、主にはその山形のことということでお話をしたので、あまり細かいことはちょっと、はい、申し上げられないかなと。知事選の選挙の方なのか衆院選の選挙の方なのかどっちの方だったんですか。そうですね、まあ、衆院選という話は出なかったですね。はい、まあ、そんなにでも選挙という話ではなかったかと思っています。はい、はい、河北さんどうぞ。河北新報です。よろしくお願いします。はい、先ほど来お話のあった大宇越新幹線の関連でちょっと教えていただきたいんですが、はい、知事非常に実現に力を入れてらっしゃってフル規格の新幹線の必要性もずっとおっしゃられているかと思うんですが、はい、山形県の、まあ、特に村山と東京の行き来ということを考えた場合、うん、現状だと山形新幹線とあと山形空港の羽田便というのが移動方法としては考えられると思うんですが、はい、まあ、やはり今の新幹線ですと、はい、なかなか時間がかかるということで、まあ、ちょっと関係者の方から逆に時間がかかるからこそ羽田便が生きてくるというようなお話も聞いたことあるんですけれども、はい、まあ、将来的にそのフル規格が実現した場合、まあ、山形空港との その共存していくことに関して知事がどのようなビジョンをお持ちなのかということについて教えていただけますでしょうか。ビジョンですか。大変それはそうですね、これぞといったビジョンではありませんけれども、現時点での、まあ、今の考えでありますと、やはりフル規格というのはですね、大量の人や物を運びます。まあ、本当に観光客も運んでくるし、また企業ビジネスというものも運んでくるわけでありまして、本当にその地域の発展につながるというふうに思っております。それでこれはどうして何が何でもですね、実現したいと思っています。そして昭和、たった1年前に基本計画路線とされたところはもうほぼ目処がついているのに、そのたった1年後に基本計画に1年遅れただけですね、もう30年以上待たされているわけですよね。置き去りにされているという言葉を私は使いましたけれども、そこはですね、やっぱり、この地方の発展ということを考えた場合には、もう全部やはりつなげるということを政府主導でしっかりやっていくのが、やはり、国土の発展につながると。これが地方創生だろうと私は思っていますので、もう地方創生の基盤として、しっかりこれは実行していただきたいということを申し上げてきたし、これからも申し上げていこうと思っております。で、空港のお話ですと、また県民の足でもありますけれども、ビジネスの足、観光の足でもあるのですが、空港といいますとどうしても遠距離といいますかね、そのインバウンドをその遠距離、国内でも、まあ、遠いところからとかですね、それから海外からというようなことに使われると思いますので、まあ、仙台空港とやはりね、いろいろとこう連携を図りながら、東北全体の発展につながっていくような、やっぱりそういうことを模索していくべきではないかと思っています。あと有事の時に感じたんですけれども、有事の時には東日本大震災の時、陸の交通も空の交通も海の交通も陸海空ですね、軍隊ではないですけれども全部必要だと思いました。あの時はですね、新幹線が止まってですね、道路がこう取れなくなったりして、結局、空から空港から
本当にいろんな、政府の要人でありましたり、いろいろな機関がですね、外国からも山形空港から入って仙台行かれたんですね。それから救援物資的なものは酒田港から入りました。そういうことを考えると、私は有事の際にもその空港というのは絶対地方空港は維持していかなければならないという強い考えを持っております。ちょっとお答えに遅くなったかどうかわからないんですが、そういう基本的なところだけお話をさせていただきます。じゃあそうしますと、今のお話ですと、やはりより遠いところというと、例えば大阪であったり名古屋であったりとか、あとは他空港からの乗り継ぎというところで、やはり将来的にも、あとインバウンドですね、観光立国で行きますし、本県も観光立県を掲げておりますし、インバウンドを考えた場合にはやはり、フル規格や、それからその空港というのは、地方空港というのはもう必要不可欠だというふうに思います。あと有事の場合ですね。はい、NHK さんどうぞ。 NHK の池川です。よろしくお願いします。はい、2点お伺いしたくて、1点目ですが、安倍健一県議会議員の政務活動費の適切な使用についてですね、先週も県議会の中で新たな不正、不適切な使用というところでまた指摘あったわけですけれども、県議会の野川議長は刑事、告発も視野に検討していくという考えを示していますが、県としての対応をまずお聞かせください。はい、ですね、政務活動費ということで、その使い道が不適切なものがあったということは、県民視点で見て本当に納得できるものではありませんで、大変遺憾に思っております。で、議会の議長のことも承知をしておりますけれども、この度の議会における調査結果について、私としましても内容を確認して、今後どのような対応を取っていくかということを検討していきたいというふうに考えております。具体的なその刑事告発というところは、議会との調整というかですね、県として刑事告発するのか、それとも議会に委ねるのかというところのお考えは今いかがでしょうか。そこもですね、議会からも、もっと詳しくお話をお聞きして考えていきたいと思います。もう一点、ちょっと話題は変わるんですが、鳥インフルエンザウイルス、隣県というかですね、青森、はい、新潟でアヒル、ニワトリから検出されて、昨日も県としての会議開かれていると思うんですが、はい、県内の養鶏業者さんと心配している声もあるかと思うんですけれども、はい、この辺り県としての、知事のお考えをお聞かせください。はい、本当に、秋田県でも、そして新潟県でもということなので、山形県はその中間、真ん中で両側でもそれがもう起こっているわけでありますので、非常に私としても心配しております。昨日会議も開きましたけれども、副知事をトップに開いたかと思いますけれども、やはりしっかりと対処してですね、本県で鳥インフルエンザ、発生しないように、発生した場合はとにかく速やかに対処するようにということを、力を入れていきたいと思います。現時点では特にその、発生という話は今のこの時点では特に知事の耳には入ってないということなんでしょうか。今の時点では入っていないのですが、なお担当から入ってないということでよろしいですよね。はい、じゃあないということであります。はい、じゃあ山新さん、時間も進んでおりますので簡潔にお願いいたします。すいません、山形新聞田中です。今 NHK さんの質問に政務活動費の件です。はい、今後議会の調査内容を詳しく確認して検討するということですが、はい、知事ご自身、その今回のこの一連の問題を通じてですね、その議員辞職ということで社会的制裁を受けて返還したということで、金銭的な保障もなったと、この2つはなったと思うんですけども、この法的な責任の取り方ですね、その辺のことについては、その不正があった場合はきちんとその法制度的な責任を問うべきだとお考えなのか、そこは問わなくてもいいんではないかと思うとか、そこはどちらなのかをちょっと教えていただければと思います。はい、
議会で調査をするということを聞いておりましたし、その調査をしてどういう結果であったのか、事務方の方で解約は聞いているようでありますけれども、私としましてもその詳細を、まあ、お聞きしてですね、それでもう法的なところまで、まあ、踏み込むのかどうかというようなことも考えていきたいというふうに思っております。今の時点でどっちかということではなく、その詳しくお聞きをして、判断してまいりたい、議会のその判断もお聞きしながらですね、総合的に判断していくということを前に申し上げているのですけれども、そういうことで、考えていきたいというふうに思っております。現時点ではまだどちらともまだ判断はしていないということになるわけですか。はい、お話をお聞きして判断するということになると思います。はい、科学新報の宮崎と申します。はい、よろしくお願いします。安倍首相と の写真の件なんでお伺いしたいんですけども、はい、写真、はい、すいません、知事 の, です、ね、その写真を各社に送ったというラフランスをアピールしたいというです、ね、意図はよく分かりましたが、一方でその知事選ま で, です、ね、1ヶ月ぐらい約1ヶ月に迫っていて、それで中央政権と政権与党とです、ね、近いということをです、ね、アピールしたいんじゃないかという政治的な意図もあるんじゃないかと、ね、勘ぐる声もありますし、実際そういうふうな意見も、そういう方もそういう有権者もいらっしゃいました。その件については知事どういうふうにお考えでしょうか。そうですね、やっぱり時期というのがね、今記者さんおっしゃるように、時期なんですけれども、でもラフランスの時期でもありまして、しかも数年前に私がその共通の知り合いにこう、まあ、頼んでいたということもあって、まあ、私も忘れていたいぐらいのもう月日が経っているのですけれども、まあ、ちょうどラフランスの時期で、しかも官邸主催の知事会もあってっていう、そこのピンポイントで、これは実現しましたので、私は本当にラフランス農家の方に喜んでいただきたいなというすごく単純な思いで写真を撮って、まあ、皆さんに配信していただきたいなと思ったところでありますので、まあ、できれば選挙とは切り離して考えていただきたいなと思います。以上でよろしいでしょうか。それではこれをもちまして記者会見を終了させていただきます。ありがとうございました。